楓ちゃん、俺様の胸の中へようこそ。いいね、俺様の胸の中へようこそ。むしろ君に毎朝抱きつかなければいけない俺様の身になってほしい。さすがにあれは死ぬかと思ってた。いくら俺様が頭脳だけでなく運動神経も抜群といえど限界はあるからね。ちゃん、おはよう。相変わらずの可愛さはもう犯罪だよね。俺様逮捕しちゃっていいかい。何よ、歯が銀河系だよ。浮かんで悲惨なセリフ話してるのよ。自分のキャラ考えなさい。まゆみちゃん、おはよう。俺様の甘いマスクには少しくらい歯が浮く程度の言葉がちょうどいいんだよ。真由美にももう少し胸があったら言ってあげるところだけどね。熾烈に激烈に猛烈にお断り申し上げます。大体二十歳くらいに胸が小さい子って聞きなんだから、平均より小さいってことはそれだけ数も少ないってことだし、全体の比率で考えればとりあえず転校生に緑葉くんが近づけないようにした方がいいよね。そういえばそんな噂がありましたよね。詳しいことはまだだけど、どうも明日かららしいって話。それも二人ともにうちのクラスらしいのですよ。二人ともこのクラスに好きな人がいて、無理を言って同じクラスにしてもらったなんていうことは。さあさあ、そんなどこかのご都合主義的ゲームじゃあるまいし。ですよね。俺様を遠ざけるっていうことは、二人のうち最低一人は女子だってことだからね。そう思ったら嬉しくて嬉しくて。未知の女性との出会いはいつだって喜びと感激のフルコース。それに俺様の勘から言わせてもらえば、
超極上の香りがする。よし、ホームルーム始めるぞ。10年前の開門以前にも他世界への門は何度か開いていたわけだな。まあいわゆる神隠しの原因だろうとも言われている。そしてそれによって他世界に行き、その世界で子孫を残した者たちも多少ながらいるわけだ。まあうちのクラスにはその子孫そのものがいるからよくわかるだろ。そして開門も3年の期間をもって一度閉じられた。これはその時の開門がかなり無理をした上での実験段階であり、限界に達してしまったからだな。あれ以上の無理をすれば門をつなげている魔力そのものが制御できなくなり、大惨事をもたらす原因になっていた可能性もあったわけだ。そしてその時の実験結果をもとに再度開かれたのが昨年の12月。かなり盛大なお祭り騒ぎだったから、これぐらいは全員知ってるだろ。今回の開門によって、一応恒久的に3世界は繋がったことになっている。だが、空間系の魔法は最も難しいものの一つだからさ。楽観はできん。とまあ、これが3世界を繋いだ門の歴史だ。一般常識も当然なことだし、覚えとくように。期末でこれに関する問題間違えたやつ、バーベル付きウサギ跳びやらせるからな。じゃ、今日はここまでだ。各自しっかり昼飯食って、午後の授業に備えるように。あ、スキ。お前はどうせ不要の弁当だろうし、学食戦争は関係ないな。ちょっと来い。いや、まあ大したことじゃないんだが、お前子供の頃に多種族の女の子と知り合ってましたか？あ、なんていうか、その、ちょっと確認をしときたくてな。で、知り合ったことはどれか？なんだ、だからどうしたというわけでもない。ちょっと私的にも頭の痛いことがあった。とりあえず私からはこれしか言えん。頑張れ。恋愛というものは確かに青春のシンボルだ。避けては通れない輝きだ。だから負けるな。私もできる限りの応援はする。いいか、根性だぞ根性。頑張って生き抜け。最後まで諦めるんじゃないぞ。
ミン君、お疲れ様でした。Thank you.